えー、ノリノリの星です。えー、両冠おしょ、&、それから、山下清志、&、バーキャブのパパそして、これから私が、えー、出会うのは、小さな宇宙人、アミちゃんです。イエイエイェエイエイイえーっと、一泊二日でね、えー、ハナ花ンさんとの、 え、コラボのお話会。そして、え、プライベートって、まあ、なんていうかな、少人数での、え、観光&、え、まあ、ちょっとした、え、ツアー、お話会。うん、これに、え、行って帰ってきました。やったーって感じです。えっとですね、これから、え、はなりんさんと、え、ちょっとこう、コアな、え、これからコミュニケーションを、皆さんと共にやっていくことを、 えー、決めましたイエーイクククそれはですね、まあこれ年明けてからですけども、ナ花ンさんの、えー、白川の、ご自宅、素晴らしい、もう新築なんですけど、ここでのお話し会、最大20人入れるんですが、えー、実は、えー、年明けに、あの、1泊2日で、ナ花ンさんとのコラボのお話し会を企画します。 えーまあ、お話し会だけではなくて、えー、その,、えー、あの夕食そして朝食を兼ねたこのね、えー、もう何て言うかな本当のいい食事ねお肉も使わない野菜あ魚も使わないそして調味料も全部こだわり塩も醤油も味噌も全部天然の添加物の一切ないお料理。 そして波動が上がるお料理。えー、ね、今日は何もバターから、それからジャムから、全部、全部がこだわりの、えー、何て言うのかな、材料を使ってお食事をすることができました。で、それから、えー、お話も、えー、やっぱりね、皆さん、もう夜遅くまでみんなと語り合いたい。うん。えー、そして翌朝もゆっくりとみんなで、 えー、宇宙談義、えー、UFO 談義、えー、そういったことがしたい。まあ、そういったことが、えー、ありまして、やはり一泊の方がいいだろうということで、来年から、えー、企画をいたします。えー、つまり、えー、私は決めました。<laughs> 来年の3月10日まで、えー、仕事やめます。<laughs> 仕事休みます。 えー、12月の10日までという限定でね、全国安をしようというふうに決めてたんですが、えー、ダメだこりゃと。もう僕の魂がもう止められません <laughs>。ダメ <laughs>。だ,<め笑>だから、えー、来年の3月10日まで、とにかく仕事はもう休むと。えーまあ、サラリーの方はもうちょっとなんとかなるだろうと。うん。えー、うん。まあ、実はね、本音の、本音を言うと、 あのー、うん、もう、今日までに RV は来るって、あの、実はね、当てにしてた。<laughs> うん、で、RV が来れば、あの、何人かの人が僕に、あのー、まあ、要はサポートしてくれるって、あの、言ってくださっていたんで、実はそれをね、あの、本気でね、当てにしてた。<laughs> でももう来ない。<laughs> うん。だからもうね、当てにしてちゃダメ。 うん、だからもうないものと思って、えー、そ,そしてもう計画しますだから、えー、3月の10日までの、えー、日本全国のアンギャ、えー、2度目3度目の、えー、お話し会のリクエストそしてまた新しい場所での新規のお話し会の、えー、リクエスト全部受けますやりますえー、っと例えばうーん えっと今考えているのは、えー、1月2月3月10日までに、えー、最低月2回、えー、川口湖の、えー、ツアー、うん、あの消化体活性ツアーねこれは、まあ、あのやっぱりあの新規であのすぐにあの日程を決めますそれから、えー、花凛さんとこの、えー、白川、ねえー、での1泊2日での、えー、コラボお話し会 そ,してそこでの何、えー、て言うかな、えー、食事2食付きそしてその食事がこだわり、うん、そして、えー、近くの、まま、簡単な散策何、えー、て言うかな、ま、本当に花ンさんの家から本当ね半径5キロぐらいのところに素晴らしいあのあの場所がねあ,のあるのでねそこを、ま、見ながら、ま、ちょっと、えー コミュニケーションみんなで深めてい実は、えー、それ以外にえっ、ー、とあのえー、ちょっとすごいこだわりのおそばをやっているあのまあ今,今の段階ではまだちょっと企画の段階なんでお名前を伏せますけれども、えーのまあ、茨城県の笠間っていうところでそのお店をおあの借り切って、えー、そしてそこでのお話し会を考えました。 えー、まあいろいろとあのアイディアがどんどん浮かんでまして、えー、多分年が明けると、えー、沖縄でのデトックスツアーも多分、えー、沖縄の幹事さんが、えー、企画してくれるんじゃないかなと思います。でそれ以外に宮古島そしてえー、っと鹿児島の、えー、っと種子島って言ったかな、うんえー、そこでもお話し会、えー、やりたいという、まあ、リクエスト実は上がってたので、えー、全部引き受けることに決めました。で えー、ちょっとね、あの、もうとにかくね、RV は当てにせずに、もうとにかく、もうやるということを決めました。で、実はこれね、まだ妻に言ってません。<laughs> 家族に言ってません <laughs>、えー。会社にも言ってません。<laughs> えと会社に言うのは、えー、今月のそうだな、下旬ぐらいにこすそーっと言ってみようかと思って。<laughs> うん、しょうがない。で、えー、妻は、えー、YouTube を見ないことを前提に今、あのぶちまけました。うん、まあ、でも分かったら分かったでね、うん、それしょうがない、うん。まあ、そんなんで、えー、とにかく約束します。えー、来年の3月の10日までもう仕事を休むことを延長。えー、もう僕、決めました。そして、えー、やっぱ真実を語っていこうと思います。<laughs> でもう一つ、あの僕は、あの、王室久信二のね、 あの本、えー、それから「よひとやむみな」の本これをもうとにかくねあのバイブル本として今ね読み込んでるんです僕はですよ僕の価値観の中でなのでその本から、えー、その行間から読み読みますとねもう、えー「魂の振り分けは」は、えー、2025年で終わります、えー、もう,あのう後ろが決まりました後ろがうんなので、えー、今まではね あの気づける人だけがあの,のんびりと、えー、気づいてくれればいいかなぐらいな程度でいましたけれどもうそんな時間はない。なので、えー、とにかく、えー、この「見えない世界宇宙の法則、えー、この世とあの世」について、えー、とにかくどんどん僕は僕が知り得たことは語っていこうと思います。であとはそれを何、えー、て言うかな受け取る、うん、そ,れしてそれを自分の魂として 何、えー、て言うかなあの自分でその後の人生をこう切り開いていくこういったことはもう皆さん次第なんだけれどとにかく語っていく話していく伝えていくこのことだけはもうやるって決めました何、うん、かねやらないと後悔する僕ねだから、えー、日本全国これからまた回りますただしえっ、ー、と雪の雪があるところ 動きにちょっとこう鈍っちゃうところはあるんだけどそこはちょっと許してくださいでもお声がかかったところには全て僕は行こうというふうに思ってますんで、えー、この YouTube を見てね是非私の地元でお話し会をしてほしい、ね、そういう、えー、熱い気持ちのある人どんどんあの橋本の方に LINE くださいそして、えー、っとありがたいことに、えー、ボランティアですけれど えー、僕の,お仕事その活動を、えー、支援してくれる方がちょっと数名一応あの手が上がりました。なのでちょっとこういう人たちのサポートを受けながら、えー、SNS をねあのもっと充実させるとか、えー、この YouTube をもうちょっとこうかっこいいものにするとか <laughs>、うんまあ、いろいろとあのできることも、うん 何て言うのかなうん。あの、要するに行動とは別にこう見えないところでのね、あの、ちょっと努力もこれから頑張ってやってみますんでね。よか、皆さんよろしくお願いします。まあ、とにかく、みんなでアセンション。ね。寝ても覚めてもアセンション。アセンション。ね。一人でも多くの人と一緒にアセンション。アセンション。ね。で、高次元に行く、このね、魂。ね。心が触れた、 本当の友のコミュニティ。これを積極的に僕はあの作っていく。そして皆さんにはこのお話し会を通してたくさんの人と友達を増やしていってもらう。これをぜひみんな一緒にやっていきましょう。楽しんでいきましょう。ワクワクいきましょう。イエイイエイほほうほう。ホホホということで、えー、熱い、えー、ハッシーの独り言でした。イエイ